皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。昨日ですね、WBC バンタム級、タイトルマッチを行う、中谷潤人選手とアレハンドロ・サンチアゴ選手、試合、これ WBC は現在世界戦だと、なんで、1ヶ月前計量でしたっけ？あと2週間前計量。これ、行うんですよね。あと1週間前計量も確かあったんですよね。そして昨日、2週間前計量が行われました。ここで2人の、現在の体重が分かりましたね。あと今、状態がなんとなく分かりましたよね。それどれぐらいだったかというと、まずチャンピオンのアレハンドロ・サンティアゴ選手が123ポンド、これが 55.79kg ですね。でバンタム級のリミットが 53.5kg なんで、サンティアゴ選手あと2週間で 2.29kg ですね。まあこれは普通に落とせるでしょう。そして中谷潤人選手なんですけど、昨日の2週間前計量、55.7kg でしたね。これバンタム級のリミットが 53.5kg なんで、あと 2.2kg ですね。いやー、これ中谷潤人選手の今のまあ状態、今こういう体つきなんですけど、どうやら中谷潤人選手は今適正がここなんですよね。おそらくこの状態だと、これが今だいたいスーパーバンタム級に近いですよね。スーパーバンタム級のリミットが 55.3kg なんで、あ、だからスーパーバンタム級で、やるとしたら、だからこれぐらいですよね。あと 400g 落とした体重がスーパーバンタム級ウェイトとなります。スーパーバンタム級の場合だからここで計量をして、こっからリカバリーして増えた状態ですよね。だから中谷潤人選手今ここがベストじゃないかなと思いますね。だから中谷潤人選手こっからあと2週間で 2.2kg なんで、まあこれは問題なく落とせますね。ただ結構きついと思いますよ。減量はだいたい絞り切ったとこで、あるところから行くと、汗かかなくなって、落ちなくなってくるんですよね。そこで、ちょっと無理して、水抜きをやるんですよね。自分だいたい最後は、まあ、自分の家の、もうかなり熱い風呂を入れて、無理やりそこに入って汗をかいて落としましたね。まあ、水抜き。まあ、半身浴って言うんですけど。まあそういう風にやっていくんですよね。なんか最後の方にやるとね、寝ても落ちないんですよね。だいたい夜寝て朝起きると結構落ちてるんですよね。500g から 1kg ぐらい。それだけで落ちるんですけど、うん、減量の最後の方になると、まあ、それ落ちなくなってくるんですよね。中谷選手はこっからあと、ゆっくり落としていくんでしょうね。まあ問題なく落とせるでしょう。まあ、サンティアゴの方も問題なく落とせますね。しっかりね、予定通り、試合は行えると思います。WBC は最近、まあ、こういうふうに世界戦では、まあ、計量を行っているんで、これはいいですよね。自分楽しみなのが、井上尚弥 VS ルイス・ネリ戦ですよね。そこでルイス・ネリが、まあ、しっかりと、まあ、体重を作っているかも、わかりますよね、これで。ひとまずはこれ安心できるんじゃないですか。そしてね、もう2週間前ということで、もう来週なんですよね、試合が。来週の土曜日か。はい。この計量というのはちょっと数日前行われたんですけど、来週の土曜なんで、まあ来日ですよね。2月24日に出る選手、まず、バカセグア選手と、これメキシコからですよね。そしてこのサンチアゴと、あとアンカハスですよね。先ほどですね、アレハンドロ・サンチアゴが、来日したというニュースが出ましたね、ついに。これちょっと待ってたんですよ、このニュース。いつかな、いつかなって。今日朝の時点で、フィリピンのね、オレ君が、
まあ今日着くんじゃないかと、着くと言っていたんで、これちょっとニュース待ってたんですよ。いや、こんな時間になりましたね。だから今日はだから動画昼間アップしないで、このサンチアゴ来日したら出そうと思って待ってたんですよ。いや、結構かかりましたね。サンチアゴ無事に来日しました。アメリカで練習をして、アメリカ拠点なんですよね、サンチアゴ。カリフォルニアから直行便で来たらしいですね。まあ、飛行機は快適だったと言ってますね。おそらくまあ、ビジネスシートだったんでしょうね。快適だったということは。そして中谷選手について早速インタビューされましたね。中谷選手、調子サウスポー、全く問題ないと答えましたね。サンチアゴ。いや、それはそうですよね。まあ、その調子サウスポーと戦うために、まあ練習をしてきた。はい、これはどういう練習をしてきたか。はい。これ、楽しみですよね。そして、サンチアゴ、2週間前計量で、まあ残り 2.29 キロなんですけど、全くそんな感じに見えないですね。普通にごついですよね。これは、もう、計量は、全く問題ないと言ったところじゃないですか？もうなんか、元気そのものというか、まあ、顔色もいいし、まあ、覇気もありそうですよね、この表情は。いや、これはちょっと侮れないですよ、中谷選手。中谷選手は万全のね、体調作れるかどうかですよね。サンチアゴはおそらく、まあ、アウェーも慣れてると思うんで、まあ、体調は万全に持ってくるかと思いますよ。だからこのね、体調をね、しっかり作っていくっていうのも勝負の鍵なんですよね。そして、今回中谷潤人選手は、まあどういう作戦でいくか。相手は、サンチアゴはもう接近してきますよね。そこに対して中谷潤人選手は、どう戦うのか。過去2戦は、アンドリュー・モロニー戦は、まあ結構アンドリュー・モロニーやっぱ接近してきて、接近で、まあ戦ったんですね。まあ、序盤は結構苦戦してるかなというのも見られたんですけど、まあ、普通に攻略しましたよね。中谷潤人選手は接近も得意ですよ。特にアッパーですよね。中谷潤人選手って言ったら。特徴的なアッパー。で、接近で、あれをね、見れるかという、ちょっと楽しみあるんですよ、自分は。あのアッパーね。そして直近のアルヒ・コルテス戦は、まあ、コルテス結構動き早くてパンチもありましたよね。結構接近しようとしてきたんですけど、中谷選手は、あの戦いは足を使って、まあ、距離を取って、まあ、相手になるべく近づかせないような戦いをしましたよね。あれで勝利に持っていきました。だから、中谷選手もどっちもできるんですよ。接近も、距離取っても。どういくかですよね。この辺は将棋的要素ありますよね。どっちの作戦がハマるかですよね。読みも大事なんですよね。相手がこう来るから多分こう行くっていう作戦を立てる。どっちの策がだからハマるかっていうのはありますよね。これちょっと楽しみにしたいところです。はい。期待したいと思います。はい。それではまた続報入り次第こちらの方で放送していきますので皆さんチャンネル登録、あと X のね、Instagram のフォローもぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。